はい、本日は上野駅に来ています。今日はダイヤ改正で消滅した特急日立3号に乗ってきた動画になります。ダイヤ改正の前日3月11日に収録したものになります。3ヶ月も遅れながらの公開になりますが、楽しんでいただけたら幸いです。今回乗車する特急日立3号はダイヤ改正で品川始発になった列車ですが、ダイヤ改正前は上野発仙台行き、そして上野駅の地平ホームから出発するという真の常磐線特急と言える列車になります。上野東京ラインの開業により、常磐線特急は基本的に品川への乗り入れを開始しました。現在では少ない上野発着の列車です。上野駅を8時に出発し、常磐線を4時間半かけて走破する列車になります。まあ、冷静に考えてみると、上野から仙台までは東北新幹線はやぶさ号を使えば1時間半ということで、こちらを使うのが一般的な感じがします。はい、17番線ホーム、時は54号の上野止まりとなる列車がやってまいりました。こちらが E657 系の10両編成。この列車の折り返しが日立3号になる列車です。このように上野東京ライン開業後も朝と夕方の列車に限り上野発着の特急列車が残っています。これはありがたいですね。はい、ドアが開いたので乗っていこうと思います。車内は4列シートとなっています。ただし4列シートとは言いますが、非常に快適な作りになっています。E657 系の場合、グリーン車に相当するぐらい、車内の空間が上質に作り込まれているのが特徴です。はい、座席のリクライニングはこんな感じになります。座面も沈み込むタイプとなっています。はい、側面特急日立3号仙台行きの表示が出てくるようになりました。常磐線を全線走破する特急日立号、その停車駅は柏、土浦、水戸、勝田、日立多賀、日立、磯原、泉、湯本、岩木、広野、富岡、大野、双葉、浪江、原の町、相馬、終点仙台になります。実は常磐線が復旧してから乗り通すのは初めてになります。以前代行バスで普通区間の富岡、浪江間を通り過ぎたことはありますが、災害復旧後の列車に乗るのはこれが初めてになります。非常に楽しみです。2015年より日立常磐号には新しい着席サービスが提供されるようになりました。それにより座席上のランプによって着席状況、座席の指定状況が判別できるようになっています。だいたい窓際の席は埋まっているという状態ですね。スタンプには JR 東日本の特急でおなじみの LED タイプの表示器があります。これは前回の動画で紹介した JR 四国の2600系にも同じようなものが採用されています。やっぱこれ非常に似てますよね。E657 系にも座席裏のテーブルがあります。まあ、これはかなり一般的なタイプで、他の特急型車両と特に大きな違いがあるわけではないと思います。当然テーブルのサイズはいつも通りあまり変わりません。はい、こちらも毎度おなじみのドリンクホルダーになります。各座席に一つずつついています。これもこれでありがたい装備ですね。今回はモンスターを置いてみました。また各座席には肘掛け部分に一つずつコンセントが装備されています。非常にありがたい装備ですね。はい、それでは上野発仙台行きの常磐線特急日立3号は始発の上野駅を出発します。で、ダイヤ改正の前日が3月11日ということで、岸君もあの日から11年という節目の日になっています。ここから11年、あの日から11年経った常磐線の姿、とくと目に焼き付けておきたいと思います。それでは大都会の上野駅を出発していきます。はい、上野を出た列車は最初の通過駅日暮里を通過します。山手線、京浜東北線、京成本線、日暮里トレイライナーが乗り入れる主要な駅ではありますが、常磐号の1往復を除き常磐線特急は全てこの駅を通過します。はい、北千住駅を通過するところになります。この駅は足立区の中心駅的な存在ですが、特急日立常磐号は全て通過します。以前は一部のスーパー日立、フレッシュ日立号が停車していた時期があったようですが、現在全ての列車が通過と改められています。北千住を出るとすぐに荒川を渡ります。反対側に見えているのはつくばエクスプレスの TX1000 系電車です。常磐線特急の最高速度は上野日立間の130キロになっています。国内ではトップクラスのスピードとなりますが、この区間に関しては特急列車だけでなく普通列車に使われる E531 系も同じ130キロ運転が可能になっています。そもそも常磐線の競合相手であるつくばエクスプレスが全線130キロに対応した高脚路線ということも相まって車両の高速化が求められてきたような感じがします。特急日立3号を乗ってまいりましたが、上野を出て最初の停車駅柏に到着です。反対側ホーム通過しているのは E657 系の特急日立2号品川行きですね。この駅は東武アーバンパークラインとの乗り換え駅で、常磐線特急も多く停車する駅になっています。ただし日立号で停車するのはこちらの3号が唯一の存在となっています。列車は我孫子駅を通過します。この駅で上野駅を6分先に出発している快速781H 砦行きの列車を追い抜きます。
常磐線は千葉県区間を抜けて茨城県に入りました。最初の通過駅砦を通過します。この駅は常磐線の運行系統上非常に重要な駅となっています。この駅から先は交流電化となっているため、エメラルグリーンの常磐線快速列車はここまでとなります。さぬき改め龍ヶ崎市駅を通過中です。この駅で12分先に上野駅を出発している普通列車土浦駅を追い抜きます。はい、怒涛の追い抜きラッシュを終えたので車内の探索をしてみようと思います。まずデッキが木目調になっているのが高級感を演出していていいですね。また水回りも非常に清潔に保たれています。やはり新しい車両だからでしょうか。続いてトイレの中見てみたいと思います。はい、トイレの中まで木目調のパネルが使用されています。本当に素晴らしいインテリアしてますよね。ただしトイレの個室内には鏡がない、これはちょっと残念なポイントかもしれません。続いて男性用のトイレを見ていきたいと思います。最近の車両どの車両にも男性用のトイレついてるんですよね。中身明るくて非常に清潔感はあります。これも兼用のトイレでいいような気がするんですけど。はい、10号車全面展望が見えるのかどうなのかちょっと見ていきたいと思います。はい、残念ながら運転台の様子がちらっと見えるかなという程度で、全面展望は残念ながら望めない構造になっているようですね。まあ特急型車両ということで運転台の位置が高くあって仕方ないのかなと思います。しかしこの内装を見て普通車と予想できる人はどれぐらいいるのでしょうか。以前の動画で紹介した H5 系のグランクラス、デッキは同じような木目調を採用しています。普通車とは思えないインテリアの作り込みをしていると思います。しかしこれでもデビューから10年が経った車両となります。実感としてはまだまだ新しい車両として古さを全く感じさせない素晴らしい車両だと思います。特急列車では珍しい数少ない連続停車の駅となります。こちら水戸加須田の順に停車していきます。加須田を出てすぐ車窓の左手側に加須田車両センターが見えてきます。今日は E653 系国鉄特急色の車両が流出されています。なかなか見ることがないので加須田で見ることができたらラッキーかもしれません。東海では水戸を10分先に出発した 541M 普通列車いわき行きを追い越します。はい、ちょっと離れていましたがようやくたどり着いたので新商社対応のトイレの方を見ていきたいと思います。ここもデッキ周りは白とあとは木目調、やはりインテリアの演出がすごいですね。はい、車内これはすごいですね。木目調のパネルもさることながらこれは本当に広いですよ。列車の中とは思えないぐらい広い。これは本当に10年前の車両なのでしょうか。鏡も2面あって洗面台もついている、本当に広々としています。個室内の施錠はボタン式です。またレバーを下げて閉めることも可能です。列車は福島県浜通りの中心駅いわきに到着です。震災後はこの駅が常磐線特急が利用できる最北端の駅となっていましたが、復旧によりこの駅から先仙台まで乗り入れる特急が復活しています。ただし現在でも常磐線の運行系統を分断する重要な駅となっていて、車両の留置線があるほか仙台に乗り入れる特急日立の3往復を除いた全ての列車がこの駅で折り返す形となっています。例の震災を乗り越えて日立3号はこの先原の町仙台方面へと足を進めていきます。下の浜の手前で太平洋が一望できるようになります。ようやく常磐線も海側を走る区間に入ります。いわきを出て最初の停車駅は広野になります。この駅は急行時和号が特急日立号に格上げされると同時に通過駅になる予定の駅でしたが、住民の要望により停車駅となった経緯があります。広野を出ると臨時駅から常設駅に格上げされた J ビレッジの駅を通過します。この駅は2019年に開業した常磐線では最も新しい駅です。まもなく列車は富岡に到着です。富岡駅自体は2017年10月に復旧しているのですが、富岡から浪江までの区間は東日本大震災の影響で不通となっていた区間の中で最後に復旧した区間になります。駅の復旧から4年半が経過しましたが、見ての通り空白となってしまった街は依然として戻っていません。復興に向けて従事してくださっている作業者の皆様には頭が上がりませんが、それでも依然として空白となった地域に復興は進みつつはありますが、復興と言い切るにはまだまだ時間が必要な感じがしています。まだまだ人家は戻ってきておらず、空白となった町の再生はまだまだ先に感じられますが、それでもこの常磐線が復興したことで何か新しいものが生まれる、そんなきっかけとなればいいのではないかなと思います。さて、気づいた人はどれぐらいいるかは分かりませんが、実は現在走行している区間はもともと複線だった区間になります。現在では複線のうち下り線側のみを復旧させて、上り線側は軌道を撤去した後に舗装などをして避難経路として活用するというなかなかユニークなスタイルで復旧をしています。はい、列車は浪江に到着です。3年前に訪れた時にはここから富岡方面へは代行バスでの連絡となっていましたが、現在では東京都心から1本でやってこれる特急列車の止まる駅になりました。
以前訪れた際には不通となっていた富岡浪江間を乗り越えました。ということで、ここから先は一度は列車で通ったことのある、しかし特急列車では初めての区間になります。はい、列車は桃内駅で、仙台からの特急日立14号品川行きと列車交換を行います。ここに来て初めて仙台からの特急日立号と交換を行います。ようやく鉄道が戻ってきたという実感が湧いてきた気がします。冷静に考えてみると、これ結構すごいことだと思うんですよね。震災前の段階では常磐線特急はいわき駅での系統分離が決定していたのに、現在では品川から仙台までが1本で行き来できる、はい、列車は原町に到着です。で、常磐線で使われる E531 系の運用範囲はここまでとなっています。以前はこの駅まで乗り入れる運用はありませんでしたが、2020年の復旧と同時に運用範囲が拡大する形となっています。ここから先、北側は701系 E721 系の運用範囲となっています。新田機では東北線、岐阜支線、岐阜からの普通列車 236M と交換を行います。 E721 系、701系の6両編成で原町まで向かう運用になります。列車は山下駅の付近を走行中です。この辺りは津波被害が甚大だった区間で、復旧にあたり線路を山側に移設、そして高架化することで、今後同じような津波被害が起きた際にも線路の流出などがないように工夫された地域になります。はい、山側から線路が近づいてきました。日暮里を出てから4時間、列車はようやく東北本線の線路と合流をします。長かった常磐線区間の終点今沼を通過します。一応常磐線としては日暮里から今沼までの路線となっていて、上野日暮里間および今沼仙台間は東北本線の路線となります。もちろんこの列車は東北本線に直通する形で仙台を目指します。ただし一般には上野仙台間を常磐線として扱うため、決してこの動画のタイトルは詐欺ではないんですよ。真の常磐線特急は上野から仙台まで、これは決して詐欺ではありません。ということで、始発の上野からは4時間と29分、列車は終点の仙台に到着です。東北新幹線のはやぶさ号であれば1時間半で済むところを、上野駅の地平ホームを出て4時間29分で仙台までやってくる、本当に旅情あふれる列車だったと感じます。森の都仙台に到着です。上野駅の地平ホームを出て仙台までやってくる真の常磐線特急日立3号としての運転は今日で最後となりますが、明日からは品川始発の列車としてこれからも運転が続いていきます。できることならこの日立3号の運転が続くことを祈ります。はい、ということで本日はここまでとなります。この動画が面白いと感じた方は高評価とチャンネル登録、つまらないと感じた方は遠慮なく低評価を押してください。それではこの後、日立3号が回送列車として発車していく様子を収めて動画を締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。